昨日の夕方ですね、キジトラさん、太陽は出てないですけどね、キジトラヒルズの屋上からですね、なんか黄昏ていましたね。何をしていたんだかちょっとわからないんですけどね、ちょっと下の方に降りてくる気配が全くなかったんですけどね。あとですかね、キジトラ城のですね、周辺の、そしたら何を血迷ったかちょっとわからないんですけどね、結局キジトラヒルズからね降下してまた私のところへ来てしまいました。昨日の夕方のですね6時半ぐらいですかね、もうだいぶね外は日が暮れるまでね明るくなりましたからね、撮影の方もよく撮れますね。またキジトラさん来ちゃってまあ本当に面白い猫ですね。朝から昼から午後から夕方夜までね、ずっとつきっきりですね、キジトラさん。面白い猫ですね。隣の猫さんなのに、どっちが飼い主なのかもわからない、不思議な猫さん、キジトラさんでした。皆さんいつもご視聴くださりありがとうございました。よろしければチャンネル登録、グッドボタンをですね、よろしくお願いいたします。また皆様とは次の動画でお会いいたしましょう。それでは失礼いたします。バイバーイ。